NGO という特性上、その公益に資するということが存在意義になっているので、遠い国のどこかのプロジェクトで傷ついている人がいないだろうかとか、透明性とか中立性に関して説明ができる必要があるし、大きな責任なのかなというふうに思うことがあります。マーケティング室のコーポレートパートナーシップグループに所属してます、斉藤小夜子と言います。企業との共同や企業からの支援というのをお受けする上での窓口という仕事をしています。一人でだいたい50社ぐらいを担当しまして、ご提案をしたり事務手続きをしたりというような、仕事が主になります。やはりその加速度をつけて世の中が環境が変わってきているし、企業が脱炭素に取り組まなくてはいけないとか、存続していくための必要条件になっているというのを感じます。本当に一つの企業が動くっていうのが難しいとは分かっていながら、調達や投融資のご担当だけでなく、経営層の方々にこういった方針を作ってくださいといったようなお願いをしに上がる際には、本当に率直に私たちがなぜこういうことをしているのかっていうのを誤解ないようにお伝えするというのが日々大事なので、勉強しているところだと思います。中立的にものが言える NGO っていうのがすごく必要とされる場面が増えているのかなというふうに思うことがあります。大きな環境の負荷を取り除くためには、政府に対しても企業に対してもやはり言うことは言わなくてはいけないしというスタンスで、そこの軸をぶらすことがないっていうのが WWF の強みなのかなというふうに思います。新卒で総合広告会社に入りまして、企業の販促計画を作ったり、クリエイティブを作ったり、メディアプランを作ったりという窓口の仕事を12年ほどしていました。ライフステージ変わって、家庭を持って母としてもやっていきながら続けていけるかなというのを考えた時に、自分でコントロールができるということも大事でしたし、あとやっていることに対して、自分なりの意義をすごく感じられるかどうかっていうのを軸として少し仕事を選ぼうかなと思った時に、今までは全く知らなかったようなこの NGO の世界っていうのに少しずつ興味を持ち始めたっていうのがあって、なので面接が割と出会いだったかなという気がします。働き方は非常に柔軟だと思います。スーパーフレックスになっていて、子供を育てているお母さんお父さんも多いので、みんなお互いに理解があって助け合って仕事ができていると思います。ご支援をいただいている企業に対してでも、誰に対してでも、 WWF が満たしてほしい環境の対応とか、それは本当に揺らぐことがないので、厳しいことや相手が聞きたくないと思っているようなことも時にやはり言わなくてはいけないというシーンは多いのかなと。そういう場面においては特にカレッジっていう特性は必要になるのかなというふうに思います。数年前には無理だよっていうふうにおっしゃっていたようなことをこうクリアされていくような企業を見ていると、すごく嬉しくなるというか、やりがいを感じるところだと思います。今本当にサステナブルなビジネスっていうのがどんどん世の中に浸透してきていて、こうあるべきっていうのがこう形作られている時なので、それがこう当たり前になるというのを見届けたいなというふうに思っています。